一夜漬けなんてもってのほか、体調崩すだけだ。ドライン！とは自分の実力を見るものです。無理に背伸びをしていい点を取っても本来の自分は見えません。ライス！大丈夫ですよ、今回は試験勉強バッチリです。じゃあ僕は帰って勉強でもしますので。ユライン！いっそ勉強しないという選択肢もありますよ。ユライン！俺も試験前は3日ほど勉強せずに座禅組んで精神統一してる。これが効くんだわ。ライス！ The filthy air boy ライス！会長は緊張しないんですか？当然だ。俺は自分の力を信じている。今まで積み重ねたものを出すだけだ。やはりまだまだですね。この結果も甘んじて受け入れますよ。ライス！ライス！実際のところ安堵しかない。もう喜ぶ余裕なんかないさ。ライアー！バオーガー！この男、意味もなくシャドーボクシングをし始めるほど喜んでいる。